なんかいいもの持ってる。そう寒いんで。もう俺15度切ったら終わるから。そうだよね。うん、めっちゃ寒がりなんだよね。そう。やばいね。うん、俺なんなんだっけ？暑がり寒がり。一番わがままボディ。そう、俺暑がりと寒がりだから終わってるよね。すごい狭いの、あの快適な温度が俺。時期も短いから。短い。平井くんはね、ほんと寒がりのだけだからいいけど、そう、なんか45度とか50度あったとしても全然大丈夫でしょ。ちなみにパープルスプリングスで俺最高51度ってあるから。やばいね、一郎じゃん。いいより言って。そうなの、俺ダメなの、どっちもダメだからね。あ、そう、うん、どっちもダメ。寒いのも結構ダメなんだけど、暑いのもダメなんだよね。ちょっと両方ね。ただのわがままじゃっていうね。平井弘明のワンナップゴルフ。どうしました今日は。今日はね、そう、編集しててまた一個ね、うん、矛盾を見つけちゃって。それは良くないことですね。そう、だからつっつくしかねえなと思って。へえへえ、なんすか。代表して、葉っぱを代表してつっつくしかない。光栄な。1年にさ、一、うん、回まっすぐストレートボールって打つか打たないかって言ってたじゃん、うん、もう打たないんじゃないかなって、絶対曲げるって言ってたじゃん、うん、っていうことは曲げる打ち方してんだなと思ったの。曲げる打ち方してんだろうね。だろうね。まっすぐ打とうとしてまっすぐが出ないから曲げてるっていうのもあるのね。ああ、そうだよね。そう、そうで、ただまっすぐ打とうとしてずっと打ってても曲がるわけよ。はい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 、はい、だからそのスイングってまっすぐ打とうとしてるだけでま、うん、っすぐ行くスイングじゃないよね。ああ、そういうことなの、うん、だからスイングはもちろん多少変えてんだよ絶対、うんうんうん、両サイドセーフで、うん、左右対称のロケーションだったら、うん、もしかしたらそんなことはしないかもしれない、うんうんうん、だけどそんなことしない方が余計曲がるから、うん、だからストレートボールでストレートが出るっていう保証って相当低いと思うんだよね、うん、多分どのショットよりも成功率が低いから、うんうん、その遊びでもやらないっていう感じ。結局変えてんの変えてないのって言ったら、うん、変えてんだろうね。かノーマルがドローなのか。ノーマル、うん、すっごく当たり前のように振ってるから、うんうんうん、なんかねその辺ちょっと分かんない感じ。ああそうなんだ。意識的にストレート打とうとしてるのとドロー打とうとしてるのは絶対違うから、成功するしないは別として、うん、だから多分変えてんだろうね。そうだよね。そうそう、だから打ち方変えてるってことは特別な打ち方してんじゃないかなと思ったの。そんなに大差はないんだけど、うんうん、ストレート打つのと。ああ、うん、そのあれだよね、シャフト1本分とかの話。あ、それぐらいのレベルの度合いだよね。あれか、そっか。あ、今分かっちゃった。これ分かってから聞けよって話なんだけど、自分が平井君が自分で打つショットと教えてるものが違うってことだよね。絶対違う。そうだよね、うん、だからだよね。だと思う。ほら、例えばいきなり曲げるのにシャフト1本分こっち側からとか言わないし、うん、曲がる打ち方をもともと多分教えないじゃない、うん、最初からは、うん、そうなのに自分は曲げてんだと思ったわけ、うん、ああなるほどね。そう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 。あ、でもいくらまっすぐ打とうと思ってもその人の持ち球でちょっとフェードだったりちょっとドローだったりするわけでしょ。そうそうそう、それでいいってことなんだよね。それでいい。雷角もシャフトも全て100点じゃなくストレートは出ないってことを分かってください、うん、じゃあ動きだけが完璧ですいつもって言って、うんうん、やっぱりこうなってたりしたらそこは出ない、それだけで出ない。だからもう全てが100点になった時にストレートが初めて出るから、うん、ほぼ不可能だから、まあ、狙わない方がいいよねっていう。じゃあバッチリ打てた時の球がどうなってるかなんだ、うん、そう、結果論として。そう、どっちの球が出てるかよね、うんうん、もう完璧なフィニッシュ取って完璧振り切れて、うんうん、もう自分の中でもこれ以上できないっていうスイングをした時に、うん、そう、どっちが出てるか、うん、それで、まあ、持ち球系統の球が決まるから。あ、そういうことなのね、うん、それが決まったら逃げ球も決まるからね。あ、そうなんだ。そう、反対ってこと。反対の人もいればそのままの人もいる、うん、あ、そうなんだ。どっちが打ちやすいかだから。ストレートが出ないからって問題じゃないってこと、うん、全然それは普通ですよ。それよりもインパクトにヘッドが戻ってないことの方が大問題ですよと。あ、そっか、戻った時にどうなってるのか、どうなってるか、あ、どういう球が出てんの。そう、そっちの方がよっぽど重要というか、そっちしかない。まっすぐ打とうとしてんじゃなくてヘッドを戻そうとしてるだけってことで、いつもの話になっちゃうけど、ま、うん、っすぐ打とうとしてるわけじゃないってことだ。そう、それで、うん、あの
ドローとフェードで、うん、やりにいってその球が出るわけよ絶対に、うん、度合いは別として、うんうん、だけどストレートって分かんないあそうだ言ってるそう、ね、ただストレート打ってくださいって言って、うん、こういう人っていないんだよねストレート打ってくださいって言ったらみんなこうなるんだよねだからもうスイングはそもそも違うあストレートだけになってるそうか、うん、ピンに対してターゲットに対してのことを言ってないからねそれを例えばじゃあショートアイアンとかでピンに対してやるって言ったら、うん、めちゃくちゃ難しいからね、うん、そっかストレート打つし、うん、しかも狙うし、うん、そうで結局スピン加えていくのは、うん、俺はドローでこうやってスピン加えていった方がスピンは入るから、うん、ショートアイアンでピンを狙う時とかは、うん、やっぱこうフェースをこうやって使いたいんだよ、ねうんうん、そうだからドロー系になるしこうやってカットでこうやって逃げる人はスライス回転気味になるし、うんうんそういうによっても全然違うし、うん、何かをやろうとしたら球を曲げた方が楽だからっていうことでやってんだよね変えてんだなじゃあな変えてるよね、うん、ストレートはでも難しいよね追い求めない方が絶対いいでもそのちょっとのドローとかだったら別に変えてないってこと普通に出るからそれは、うん、ナチュラルドローは何にも変えない普通に打てば、うん、そうなるそうもうこうやってるだけそしたらちょっとドローがかかるそうかかるちょっとそれ見たいな一回打ってよ珍しい方から打ってっていうのあ、本当だ本当だあれなんか飯食う方が超大変だ飯食う方が大変、うん、一口ご飯口に入れる方が超大変だあ、そう、うん、もうあれはただ打ってるだけ、うん、ボールヘッドが上がって降りてきてボールに触ったらあれ出てるから、うん、そういう感じなんだあれそう何もしてないんだ。話してるじゃない。登録と話してるでしょ。うん、ああいう感じだよ。ああなるほど。ドロー出ちゃう。ドローになっちゃう。うんうん、今のカットしたよ。ああいう感じ。そういう動きを記憶してんだろうね。体がね、うんうん。それが普通になってる。普通になってる。だからフェードを打てるけどフェードを打つ方が相当イレギュラー感はあるから。うんうんうん、もううわやーって感じだもん。うんうんさっきめっちゃボール前に置いてたもんねそうよかかんねえからあのこうカメラで撮ってるからさボール映るようにこうやるじゃんあれもうボール映ってるってなるわけ前に置いたから、はいはい、それで分かっちゃうわけ俺には感覚すごいそう活字のがすごい今年の流行語だってもう活字先生活字先生誰なんだろう勝地先生そうボール左奥のねえもうせこいからせこいのかなあいやそれが打ち方なわけでしょだってそうじゃないとかかんないからっていうことでね、うん、同じショット打つんだったら本当にボール一緒だけど、うん、ちょっとでも球筋変えたらボールの位置めちゃめちゃ変えるから、うん、のが楽だし、ね、それもなるべく自分が変わらないようにっていうことだから、うん、でも普段どうなんだこう見ててフェーズの人ってあんまいないのかいないねあの完璧なフェード打ってる人はあんま見たことないあスライスはいっぱいいるけどあと引っ掛けはいるけどうん、うん、あとねやっぱりねヘッドでボールを押し切れてないから、うん、低いフェードになるとかねあロフトが立っちゃうんだよねはい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 こうやって、うんうん、そういうのはいっぱい見るけど、うん、ズバーンっていうのを打つのは見たことないでも昔さ撮影し始めた時にさずっとフェード打ってる人いたよねお客さんでいたっけなんか超覚えてんだよなずっと首かしげかけながらずっとフェード打ってる人、うん、あいたストーブの前でしょそう俺らストーブで当たってる時でそういたでしょ あの人はまあまあ完璧だったね高かったしね球でずっとフェード打ってずっと首かしげてるから結構綺麗なフェードだったからそうあれはあれでいいのにって同じフェード打ってたでしょずっとそう確かにこうやってやってたね嫌なんだよね嫌なんでしょあれ本人は、うん、でもあれでいいんだよねあれでいいのあの人納得したら多分極強になるからねえ、うん、当たってたもんねだって当たってたダフってないし、うん、ペース開いてないし、うん、しっかり回転して左に振り抜いて、うん、ハイフェード打ってんだけど、うん、そうそうそうこうやってたよねそう、うん、いた覚えてる思い出した今そうあれはあれでいいんだってすごい思うんだよね、うん、そうだから難しいんだよね自分の納得するポイントがねあしかもフェードの方がなんかねイメージ悪いもんね なんかねなんかね、うん、スライスばっかり出るからでしょ、うん、なんか
ドローンの方が人気は高いよね、うん、好みだから何とも言えないけどね。まあフェードもいいもんだと思いますよ、うん、本当に、まあ、その人の体の使い方でどっちかが出るんだ、まあ、キングオブスイングって言われたのはフェードですからね。へえ。伊沢トシミツプロやばいのフェードやばいハイフェードでもその時から今もそうなんだけど、うん、やっぱほとんどトップ選手はフェード打つよね。フェード打つんですだってデビッド・デュバルなんかあの辺消えていくからね。そうなの。そうで真ん中戻ってくる。でもハイスライスよね。スライスだね、うん、だからそんぐらいでいいのよ。それでも優勝できるんだから。でもケンさんは勝てるなら勝ち方にこだわるって言ってたからね。まあいいと思いますけど、うん、ほどほどにしていただいて、うんうんうん、そうだね。ハイスターはもうね、うん、そう勝ち方にこだわる。そうそう、勝つのは当たり前だから、当たり前だから、うん、なるほどなと思いました。あの時はストレートっていうのは打ち方を普段と変えて打ってるんですけど、まあ本当にそれを追い求めて細かく細かくなっていくと、ストレートってまあほぼ不可能に近い球なんで、まあ難しくなっちゃうんで、まあ気軽にあストレート出たラッキーぐらいの感じで思っていただいた方がいいですね。それよりも自分の持ち球、こう右に曲げる左に曲げるっていうのをしっかりと操作できた方がいいので、そっちに練習時間を費やしていただいた方がいいと思いますね。はい、で気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ワンラップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが、絶対入らないでください。